日本東京都帰宅した十条町日本東京市、大熟した十条町か十条町は、東京都大熟及び、帰宅に、かつて存在した町。現在の帰宅十条第1.2丁目のほぼ全域、帰宅大子本町3丁目の一部、板橋区加賀の一部にあたる。さらに古くは、上十条、中十条、東十条のそれぞれ一部も含まれた。 東洋漢字が定められる前は下十条町と表記された。北区中央公園文化センター、王塾時代は、王塾の南西端、王塾が、滝野川区と合併し北区となってからは西部に位置した。1956年、南東で、王子、本町、南で滝野川、西で、板橋町に隣接している。戦前は、多くが、軍用地、 戦後は米軍によって接収された。返還後は、東側が自衛隊駐屯地及び公園用地、西側が文教地区として利用された。1908年8月8日の小技は以下の通り。この他、か七県町と呼ばれる小技が現在の十条駐屯地正門付近に存在したが、1905年10宝、製造所建設の際に、 上十条一丁目に集落ごと移転した。江戸期は、豊島郡岩淵領十条村の閣議と呼ばれていた地域で、明治初期までに、上十条村、下十条村に分村した。1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村政志向により来た、豊島郡王子村。 大和田市も十条及び滝野川村、大和田市も十条に分けられた。1932年10月1日、東京三十五区制定に伴い北都島郡、王子町大和田市も十条を、東京市王子区か十条町と改称した。滝野川町大和田市も十条はこの時、東京市滝野川区滝野川町に吸収された。戦中までに、下十町は、 軍用地を除いて、上十条、中十条等を分離し、王子を分離した王子町と共に全域が、軍用地となっていた。このため戦後は米軍に接収され、東都第四、第五地区となった。東都第五地区は1958年12月までに、全域が段階的に返還され、東都第四地区も大規模な返還運動と、 ミノ良吉東京都知事の革新都政を背景に1971年10月15日までに段階的に返還された。この返還の過程で十条台一丁目及び王子、本町三丁目は1966年11月15日に、上十条三丁目及び十条台二丁目は1967年5月1日に住居表示が施行され、下十条町は、 各町長に分かれ消滅した。赤羽船藤が、東都第四地区、一世が、東都第五地区として、米軍の管理下に入った。ありがとうございます。